ょっと私ちょっと言ったことがあるので知ってる人は知ってます。担任の先生、うん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 、なんですけれども、じゃあちょっとこれ話し始めますけれども、はい、これも実話で、これはちょっと想像したらちょっと怖いかも、いろんな意味でって感じなんですけど、うん、これはまあ私ホワイトライオンシシロボタンもね、もう中学生時代がありまして、うんうん、で中学生の頃、中学生の頃だな、あのね、学校から家に帰ってあのゲームしてたんですよ、うんうん、はいはいはい、そしたらしばらくしたらなんか家の電話がね、まあプルルルってなって、うんうん、でその時も姉が確か出たんですよ、うん、で、はいはい、なんか姉がその私の学校の担任の先生がなんか用事があるから今から学校に来てほしいみたいな電話をしてきたらしいんですよ。うん、で姉が一応じゃあちょっと待ってくださいねって言って私に確認しに来たんですけど、うんうん、あの私結構めんどくさがり屋なんで、もう家帰ってきてゲームしてるし、なんかいちいちもう出るのめんどくさいから、うん、もういないふりしてって言ったんですよ。結構メンタルが強いな。あ、もういないふりしてって言って、あ、わかったって言って、姉はちょっと今まだちょっとあのなんか友達ん家行って帰ってきてませんみたいな、そういう嘘ついてくれて、でそしたらその担任の先生がちょっと用事があって、あれだからもしあの学校来てほしいっていうことを多分ね伝えてくださいって言ったんだろうね。姉が言ってきたんですよ、それを。でまだ行ける時間だったんですよ、あの17時とか18時とかで、あーギリだな、ギリギリ別に今から行っても近いし、あの行って用事聞いて家帰ってくるって余裕でできたんですけど、やっぱりめんどくさいからもういいやと思って、明日学校行って先生に謝ろうと思ったんですよ。ごめん、昨日すぎんかなって。ごめん先生、昨日ちょっと行けんかったわみたいな、もう別にいいだろうと思って行かなかったんですよ。で次の日学校行って他人の先生に、あ、先生ごめん、昨日お姉ちゃんから聞いたんだけどみたいな話をしたんですよ。そしたら担任がびっくりして、え、電話かけてないよって言ったんですよ。それはあの霊感の強いお姉ちゃんも何も感じなかったの？多分何も感じてないですよ。だから、結局誰かがいたずらでかけてきたのか、それともなんかあったのかも結局わからないまま、これすっごい謎なまま終わってるんですよ。迷宮入りしてるじゃん。迷宮入りなんですよ。担任は本当にかけてないって言って、むしろ逆に心配してた方なんですよ。いたずら電話だとしたらちょっと悪質すぎるからって言って、そうなんだ、行かなくてよかったね、マジで。だから行ってたらどうなってたんだろうなってこう思ったら、結構あ怖いなっていうのはありました、当時は。やだね、それは怖いよ。まあ、いたずらだったらいたずらでもいいんだけど、でもまあ行かなくてよかったな、みたいな感じですよね。そう。